ちょっともうお金ないんでルナコイン売ろうかな。一生持ってるって思ったのに、もうお金がないのでルナコイン売ろうかな。今売ったらすげえ損してるわ。持ってたいけどお金がないので、金がないですよ、マジで。手元にマジでないんで。なんでないのかなって結構使っちゃうし、あとそもそも支払いとかめちゃめちゃ本当にあるんで、貯金はもうないっす。ルナコインを売るしかないかもしれない。今売ったらだいぶ損だけどね。いやもうね、明日ね、携帯止まるんですよ、実は。支払いの期日今日までで、明日付で携帯が止まるので、携帯止まるとき多分ね、深夜とか昼ぐらいには止まると思うんだけど、まあなんかいつもね、何回か止まったことあるんだけど、次の日の夜とか昼間とか、なんかこう不定期っていうか時間は決まってないんだけど、昼ぐらいには多分止まる。ネットがもうできなくなっちゃうんで。ちなみに俺、回線がね、どこ、携帯とど、あの、家の回線が一緒なんで、だからもう家の回線と携帯両方止まるんですよ。うん。ああ。いや今ね、手元に8万あるんですよ。手元に8万あるんですけど、あの、携帯代が12万なんですよ。4万足んないんですよ。だからもうルナコインを今ちょっと売って、で、それで、あの、あれ、多分今すぐ売れば、多分明日以内には多分ね、出金されると思うので、遅くても次の日か、次の次の日か、まあ、本当は持ってたいんですけどね。課金っていうか、あの、D 払いなんですよね。D 払い。あの、D 払い、コンビニとかでも使えるじゃない。コンビニ以外でも使えるけど、なんか、コンビニでも使えるし、コンビじゃないとかでもなんか対応してるとか使えるじゃん。D 払いをしまくって、12万になりました。そうか、いいんすか、マジっすか。
マジっすか。いや、今月もね、結構ね、稼いだんですけど、稼いだってか、今年にしては稼いだんですけど、結構支払いとか、まあ普通に使っちゃったのと支払いが結構あったんで、国民年金とか、あと、あれですよ、クレカの支払いとか、ルナコイン、まあ本当は売りたくないんだけど、売ろうか迷ってるんですけどね。ルナコイン売れば、まあ一時的に大丈夫なんですけど、ただなんか持っときたいんですよね。今結構ね、下がってきてるから、まあ、もちろんこれ以上下がる可能性もあるんだけど、本当はね、これね、持っておきたいんで、